池袋アダム YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、副店長の福と申します。よろしくお願いします。はい、今日もやっちゃうよってことで、はい、えー、頑張っていきたいなと思います。2回目の登場ですね。えーまあ、今回、えー、ライブハウスにおけるチケットノルマについてですね、これをテーマに、えー、僕の思いを伝えたいなと思いますので、 まあもう今をね悩む若者たち、これからバンドを組んでね、天下取ったるぜっていう目指すロックキッズたちに向けてね、ちょっとでも参考にやればいいなと思いますのでよろしくお願いします。ね、ええーとーまあそもそもですね、チケットノルマとはですね、特にもう若手のバンドがこうライブをやるにあたって こう出演条件というものがあるんですね。こう箱が定義する。なので、えっと、例えばですね、えー、2000円のチケットのイベント、これ10枚売ってくださいと。で、10枚売れなかったら、不足した分の金額、ね、バンドが支払ってくださいねっていう、そういうシステムがですね、チケットノルマの内容なんですね。ざっくり言いますと。でなので、まあ、池袋アダムも基本ですね、えー、こちら、チケットノルマ制でやっておりますと。 えやっぱ最低限度の売り上げはくださいとお願いしてるわけですねやっぱお客さんはバンドがこう呼んでくれないと,、うん、とまあライブハウスも困りますしね、まあ、もちろんお酒とかの売り上げもありますがなんならやっぱ一番お客さんが入ってもらってライブハウスが賑やかになってほしいのでねやっぱこうノルマがかかってるとこう、まあ、僕の中ではうん まあ、バンドも頑張ってお客さん呼ぶんじゃないかな、そういう,もうモチベーション面があると思いますので、えー、池袋アダムはそのシステムでやっております。でまあ、もちろんね、ノルマ枚数以上ね、お客さん呼べた時には、えー、こちら以降はね、チャージパックとして、えー、バンドさんにギャラ、めちゃくちゃお渡しお渡し,してますんでね。まあ、なんなら池袋アダムはかなりこう良心的と言いますか、自分で言うのもあれですけどね、たくさん僕お渡ししてますね。ねたくさんお客さん呼ぶバンド好きなんでね。うん まあ、何分、もう本当に若手が多いのでこのシステムが最高級だと思うんですけどもやっぱね、読めないバンドっていうのもね、やっぱ厳しいと思うんですよ。か僕もですね、こう今までこのバンドね、あのー、今やってますけども、昔からね、バンド10年間やって、この池袋アダムでね、涙を流しながら、黙々とやっておりましたけども、やっぱそれはお客さんを全然読めなくてですね、痛い思い、ね、してました、あ、いたーって感じでね。 ね、とても辛い思いをしながらで年間100本ぐらいライブやってたんで全然もう金なかったです、本当にもう本当に金がなくて、ね、もう本当に悲しい気持ちでだったんですけどもやっぱライブをたくさんやり続けることによって、えーまあうんまあ、お客さんがどんどんちょっとずつちょっとずつ、ねこうまあ、人気といいますかこう認めてくれる人たちがたくさん増えてきてましてね。本当に、うん やっぱ辛い経験もたくさんありましたけどもそういう中でこう得られるものもたくさんあったんじゃないかなとやっぱ思っております。ねええっと、それに関してやっぱチケットノルマというのはさっきも言いましたけどあった方が頑張って集客しようと思いますし、ね、え逆にこうチケットノルマがない方がぶっちゃけハードルは高くなるんですね。それこその集客できなかったら、ね、えもうノルマがなくてお金ね払うものもないわけですから二度とこう美味しいイベントねいいイベントに呼ばれなくなるんですよ。 でえーまあ、そういう中でもですね、こう池袋アダムこう、チケット乗るませでやってますよと言ってますけども、その中でも、そういう状況の中でも、何回もね、アダムにこう出演してくれてる、で音楽的にも、ね、人間的にも今後、可能性がありそうだと、ね、やっぱフットワークが軽いし、やっぱ何よりも根性がある、そういう、えー、バンドはね、池袋アダム、たくさんいるわけですよ。でそこにこう可能性かけてですね、えー バンドとライブハウスの信頼関係がですね、長い年月の中でこう信頼関係ができてくれば、最終的にはチケットノルマなんかなくても、バンドがお客さんたくさん呼んで,で、こっちもたくさんバンドにギャラを渡して、お客さんと一緒に乾杯して、これぞウィンウィンな最高な関係になれるんじゃないかと僕は思ってるわけなんですよ。それこそみんなね、ハッピーイェーイって感じでね、もういい最高っていう感じの。ライブハウス最高 ライバー最高最高っていう感じでもうなれるんじゃないかなと僕は思っておりますまあ本当にざっくりなんですけどもやっぱ一番はね、えー、こううん <laughs> ちょっとちょっとはいまあね、まあ、一番は、まあ、いいですよやりましょう、まあ、一番は、まあ、僕もこれ引き続き池袋アダムでね YouTube 頑張っていきますんで、ぜひライブしたいっていうバンドさんはですね、お気軽にこちらのね、池袋アダムの方までご連絡ください。それではもう、健康第一に皆様お会いしましょう。はい、それではさよなら